皆さんこんこにちは、ネムです。えー、今日はですね、あのー、開封動画なんですけども、この右に見えてる段ボールね、これ買ったものなんですけど、これを開けていこうと思います。まあ、何かと言いますとね、この左に見えてますけど、これに代わるもので、ツールワゴン、これを買いました。あのー、今見えてるこの、ね、赤いツールワゴンですけども、 もう20年ぐらい使ってますもうすごく活躍してくれてねあの壊れることなく、まあ、あの今も使えてるんですけどもう限界を感じましてねまず何が限界かといいますとこのサイズなんですけどなんかちょっと作業してもすぐいっぱいになってしまうんですねで私の使い方は、まあ、その作業で必要な工具を、まあ、工具箱から出してきてここに入れて これをガラガラと車のとこ持って行って作業すると、まあ、途中で足りなくなったらまた足したりとかねまあそれはあるんですけどとにかくすぐいっぱいになるんでもうちょっと大きいもんが欲しかったんですであの,あの有名なね工具の量販店に行ってきたんですけども、まあ、いいのがあったんですねで「これください」って言いますと「在庫あるか見ます」とおっしゃって で裏にふュッと店員さんが行きましてね戻ってきたら「もう在庫ありません」って「展示品しかありません」っていうことで「なも展示品でいいですけど」と思って見たらね展示品がえらい傷だらけやったんですねで負けてくれるのかなと思ってねまああの聞いたら「あの負けることはできません」と言われましてそうしたらもう傷だらけのもんをまあ ね、あの値引きなしで買うのもなんかちょっと損した気分なんで、まあ、あの買わなかったんですけどねそこでは、まあ、ただいろいろいろんな種類ツールワゴン置いてあるのを見てであの実際にね見て触ってあこれがいいなと思うのを見つけれたんでそれを持ったので探してまあこれ買ったんですねで前々から欲しかったんでちょろちょろとこう あのインターネットでね通信販売で見てたんですけどあの引き出しがついてるやつが便利かなって初め思ったんですねまあこういうふうに2段3段になってまして、まあ、一番上のトレイの下は引き出しになってますよとでだけどもねそれの実物見ますと、まあ、引き出し分やっぱりそのカート自体が重たくなりましてであのゴロゴロとこう動かすのに まあんまりいらないかなと思いまして、ない方がいいわとなりましてね、で引き出しのないやつの方が自分には合ってるなと、まあその量販店でいろいろ見て思ったんですね。で、次にあの条件として思ってたのが、これ、あのホームセンターで買ったあのプラスチックなんで、ぐにゃぐにゃするんですね、剛性感がないというか。であの ジョイント部分がスポ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 抜けるんですねでそこをこう接着したりとか、まあ、しながら使ってたんですけども、まあ、次買うんだったらちゃんと金属製のものでしっかりしたねあの剛性のあるもの買おうと思ってたんですでこれも見ますと、まあ、何種類か売ってたんですけど1個だけねそのプラスチックのこのツールワゴンが売ってたんです であの実際に転がしてみたり、まあ、触ってみたりしましてずっと自分は金属製の頑丈なやつがいいと思ってたんですけどプラスチックのちょっと本格的なやつがすごく良かったんですね何が違うかと言いますとあの転がした時にねものすごく軽く転がってくれるんですよでさっきの引き出しの毛もそうなんですけどやっぱり頑丈なやつは重くてね あの転がして持っていくのに結構力がいるんですね。ねあの微妙な位置の移動ちょっと邪魔やからちょっと1 0ンチだけ向こう行ってくれとかちょっと右に動いてくれとかいう時にあの動かしやすいやつと動かしにくいやつとでえらいあの違うように感じたんですね。 でやっぱり転がりやすい軽いやつの方が自分には使いやすいかなと思いまして一種類だけ置いてたそのプラスチックのやつねそれがすごく使い勝手良さそうに感じたんですねまあ在庫内ということで買えなかったんですけどまあ似たものを探したら何種類か画面に出てきましてでモノタロウのやつをね注文しました もう形はあのほとんど同じやつです色がちょっと違うのかなあの在庫内って言われた量販店のねまあ量販店でも言わんでいいかあのアストロプロダクツですけどあれ話変わりますけどあの工具屋さんなんで店の名前アストロにしたんでしょうね多分アストロオーナーのほとんどの人はなんか 違和感を感じてるというかあんまりいいように思ってないように思うんですけどあな工具やのにんでアストロにしたんかなと思いますけどねで、まあ、あのまあまあそれどうでもいいですけどであのまあこれをねその実物見たやつと「モノタロウ」で買ったやつとまあ ほとんど同じような形で、他にも何種類かあったんですけど、やっぱりプラスチックのこのツールワゴンって少ないですね。あんま人気がないと思います。みんなやっぱりあの、頑丈なやつをね、買いはるんやと思います。まあ、私もそれが欲しかったですしね。まあ、ですけど、このプラスチックのやつが案外いいなと思って買ってみました。えっと、5000円、6000円ぐらいかな。 5, 6, 円やったと思いますだからね、これちょっと開けていきたいと思います。組み立てントダメやと思いますんで。 新しいツールワゴン組み立てましたえっとねこの高さが欲しかったんですねだいたいこれぐらいの低い高さなんですでこのプラスチックのツールワゴンだけがなぜか背が高いんですねでこの背が高いのがね本当に良かったんですちょうど私のへそ から5センチぐらいしたかな？これ。ちょうどいい高さです。で、これはもう低いんです。ちょうどね。この横立ちます。手が触れるか触れないかぐらいのところです。膝よりは高いけども、腰よりは低い。 9 2ンチ6 9ンチぐらいかなこんだけ高さ違うんですねもうこの低いのはねもう腰も疲れますんでこのぐらいの高さがちょうどいいかなと思います でね、この動きの軽,軽いことこれもうぐるん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 どこにでもいけるぞと、ね、でありがたいのがここにねドライバー的な棒状のツールをこう入れれるとでこう小分けがいて ありましてでここに仕切りをつけれるんですね今ちょっとこれだけつけましたけどなんかこれ長さが合ってないななんかこう自分で好きな仕切りをつけれるとで仕切りこんだけありますんでね3段ともう 細かく仕切りをできるとうもう嫌やったらもう仕切りを使わなかったらいいですねでここにこの丸いあの小物入れのようなものがありましてもうこういうことですねこれができると今までこれどうしてたかというと 隙間があればこう置きますけども、もうあの、だいたい隙間なくなりますんで、隙間なかったらもう、こういうところにポイと、こういうやり方してたんですけど、これからはここにね、ちゃんとパッと、できますと。 でこの長いやついけるのかなここに。あ、いけた。すっげえ。下も当然あ。いけた。すごいな、このツールワゴン。まあ、当然ね、上もいけますけど。だからもう、これはあのー、 プライベーターの方でも、そんなしょっちゅう、あの、いじ、車いじりしないわとか、まあ、あの、趣味とまでいかない、オイル交換ぐらいするわとか、そういう、まあ、軽いプライベーターの方であの、ロールキャビネットとかね、あの、ちょっと本格的な収納ボックスとか、まあ、そこをそんな持つまでもないぐらいの方に、 もうこれだけで全部いけるんじゃないかなと思いますね。私若い時はもうここでここに全部工具入れてたんですよ。だからもう取り出すの大変です。もうそれぞれの棚が山積みでその中からもうスパナを取り出してとかもぐっちゃぐちゃになってましたからね。でこの一番上のところにソケットを並べたりしてました。もうその時からもう 容量オーバーだなと思ってましたけども,もこれすごいほんと賢いわもうこれで全部いけるわ今の使い方はこれなるべくね物置かずに <laughs> 空の状態にしてで作業する時はあのねこっから黒道具取って ここに載せて持っていくんですけど基本的にこれは収納じゃなくてね作業をする時のあくまでカートだということをしてましたけどこれはねちょっと中間的な存在になれるんじゃないかなと、まあ、あのこのスプレー缶とかねでドライバーでもさっき言うてた通りここにこのこの穴ありますんでこれいけるんでしょこれこういう風に こういうことでしょいけるわ。いけるわ、これ。えぇ、ー、マジでめちゃめちゃ賢いやん。この太いやついけるかなこれ太いですよ。いけるわ。最強やな、これ。ほんだら、あの、細いやついけるのかなこれめっちゃ細いですよ。行けるの、いけるわ。 すっげーもうできないことがないわ、このツールワゴンには。あ、これ、これ、無理ちゃう、これ。この長いやつ。長いやつ。いけるわ。しかも余裕ある、まだ。えー、最強やな、これ。でここの、これは、 なんかあの、エアホースとかこう巻いたりするやつやと思うんですけど、それは私いらないんでね、こうなんか持ってこう、持つところ的な使い方になると思いますけど、まあでもこういうのね、こういうエアーツールをどっか、パンてかけれたらええねんけどねこれでもさすがに無理か。いけるわ。えぇ、ー、どういうことこれ。無敵やん、これ。 アストロプロダクツセール中で4900円やったで、これ。へぇ。もうこれ一択じゃないですかあの金属製の、あの自己満足的なやつよりも、見た目はしょぼいかもしれないけども、この敵じゃないのこれ。あこのハンマー系。 いけるわええー、いけるいやこれもう無敵やんこれちょっとできないことを探そうこいつにこいつ邪魔やなこれ 仕切りはいら,いらんわなこいつにできないことをこれは無理やろこの長いやつは長いやついけるわええー、どうしよう困ったななんかこいつにできないことはないか こういうソケットホルダーがうんよさすがに横には無理やなこう置くしかないもんなこういう仕切りなんかっていうかこれどっちが前なんやろう こう,かこうやなこの中途半端なこのここはどういう使い方するのかなこんなまあそれは自分でそれぞれがやりやすいようにということなんでしょうねこの5000円ぐらいで便利だなこれはちょっと 今日は作業しませんけども作業すると仮定してなんかちょっと道具載せてみますはいえー、なんか普段よく使いそうなものを並べてみました <laughs> でねこれあのソケットホルダー余ってるんでここにも据え置きというかこう置いとくと いつもね、コマがね、もう散乱するんですけど、所定の位置にね、ちゃんとサイズが書いたホルダーにこうやって入れて、まあその作業で使うやつが使いやすいかなと。で、このスピンナーハンドルとかね、このトルクレンチとか、こう長いもんでも横向きにすればこう入ると。で、こうラチェット類ね、よく使うのこういうふうに置いてと。 これね、私もなくてはならないもんですけど、ここ KTC のこれなんだ、クイックスピンナーかなこれとで。よく使うこの10ミリのドライバー型のソケット。で、プラスドライバー。これもよく使うんですけどね、この小さなマイナス。で、ここにね、あの、 カップ入れると、こういうペン類ですね。こういうものもさせるかなと。これもよ,よく使うんですね。これ、あのスマートフォンのあのスタイラスペンですね。あのこういうグローブをしますと、あのタッ,タッチスクリーンのあの操作ができなくなるんで、これがいるんですね、私。動画の中でよくこれ、これがあれがとかこんなんやってますけど、あの YouTube の動画は全部私スマートフォンで撮影してますんであの編集も全部スマートフォンでもうこのペンがもう欠かせないんですねでこういうねケミカル類もこう取りやすいところに置けるしねこんなペットボトルも置けますしよく使うこれねグリスですけどなんかジャムかなんかの瓶ですけどね で、この横はさっきのあのね、ハンマー類かけれますと。で、こういうエアーツールもかけれますと。で、も下はもう置いて、こんだけですけどね、今、ライトと、これがあの、紙ですけどね、あの、ウエスの代わりによく使うキッチンペーパー。この重さでも軽い、 何これ最強やなこれ。でも軽いのが嫌であればここでブレーキでいきますね。踏むとブレーキ。でこっちも踏むとブレーキ。でこのブレーキの解除はこのオフってあるんですね。 ここを踏むとブレーキここを踏むとブレーキの解除あれ指でちょっと硬いなこれ,これもここで解除でまた動くといやもうこれすごいこんなものがあるの知らなかったわもっと早く買っとけばよかった ということで、これね、もう20年お世話になりましたけどもね、もうこれも引退してもらって、ちょっと内道置いときますけど、なんか使い道があればね、それで使って、もう使い道なかったら、もう捨てようかなと思います。えということでえ、今日はね、新しく買いました、えこのツールワゴン。 ちょっと色が違うかったかもしれませんけど、アストロプロダクツでもうほとんど同じようなもんが売ってました。多分作ってるとこはみんな一緒やと思います。いろんなブランドからね、同じもんが売ってます。あの、アストロプロダクツで書いてるか、モノタロウで書いてるか、これモノタロウで書いてないな。あモノタロウって書いてない。 でもこれモノタロウブランドなんですよ。ですから土日に買うと10%オフで毎週買えますね。これモノタロウのモノタロウブランドの商品です。いろんなところが出てますけどね。微妙に皆値段違います。アストロプロダクツは、えー、とセールでね、4900円ぐらいです。今これ。 ということで、これからはこれをね、あの、活躍させて、また、あの、自動車の趣味を楽しんでいきたいかなと思います。えということで、今日は新しく買いましたツールワゴンのご紹介ということで、またえ、こういう動画を上げていきますので、よろしくお願いいたします。それでは。